応援コメントありがとうございます。お腹すきました。知らねえんでパンでも食べといたらいいんじゃないですか。いつも見てます。ゼロ人の成長が毎回楽しみです。早く代表に選ばれるといいですね。応援コメント入れておきましたので報酬はいつもの口座へお願いします。いつもありがとうございます。応援コメントの桜のバイトとか雇ってないんで、 YouTube からマークされちゃうんでやめてください。変なこと言うの。この前飛田給駅近くの居酒屋でチェルジュニアと家元が会ってるのを見ました。チェルが分厚い茶封筒を渡してましたけど、もしかして八百長やってます？おそらくですけど、これは予想ですけど、家元さんに多分ね、若い女性を紹介してもらったお礼だと思います。チェルがミランがチェルニーに正式オファーする方針だそうです。ソースはトースポ。トースポだとしたら絶対ないオファーは、多分絶対ないとか言うとトースポさんに怒られるわ。次回チェルジュニアクリケット始めるってよ。イタリアってクリケットは盛んなんですか？私が知る限りイギリスとオーストラリアが盛んっていう形で覚えてますけど、あとインド。チャリノーリさん、イタリアの実家の自転車屋さんが経営苦しいみたいですよ。面白いな。はい、選手の成長していきましょう。今もう OVR80 ですから、ちょっと変えるか。練習どういうのがいいんだ？何が足りてないチェルには。今スタミナ、ドリブル、フィジカル、熟練攻撃シナリオ、これいきましょうか。まあ、時間との戦い場合欲しいよね。やっぱダッシュもコントロールもドリブルも上げたいもんね。インターセプト、マーク、タックル、スライディング、これも上げたいね。視野はもう90あるんで、視野ではなくクロス、そうこちらロングパスとクロス、これ上げたいな。これしか選択できないから、じゃあこれいくか。これでいきましょう。今回は全シュミレート。あ、上がってますよ能力。フィニッシュと攻撃ポジショニングで、まあ、ローマがね鈴木優馬選手を獲得してるんですけど、今日はこれです。ルヴァンカッププレーオフラウン神戸進めましょう。あの移籍の進展は何もないんですね。何もないと、まあ、神戸行きましょうね。ホームです。こちらがアルティメット6分、雨、チェルニーミとしてプレー、左のボランチです。80、もう80ですから、ダントツ能力高いんでね。結果見せていきましょう。クリームパンが今日もキラリと目が光っております。東京のスタメンがこちら、ソータンがねずっとスタメンなんですよ。本当にチェルと噛み合うっていうことなのかな。イニエスタさんスタメンですね。はい、家元さんはいないね。 OK、やりやすい。試合に出場する、しかしさ、雨降りすぎじゃないこのゲーム、日本。一般的な4、どんだけ雨降る国だと思われてんの。前線、あ、ポドルスキのトップだ。 FC 東京のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。ポドルスキのポジショニングが光る。クロスを狙ってナイス。やばい、いきなりやばい。ポドルスキー、イニエスタだから、それイニエスタ、三原正俊、この徹底的。試合は始まったばかりですが、ポルディに決められてます。いきなり、これで合計3対2。いや、これど、いや、何されてました、ディフェンダーの方は。いや、そうたんか、あれ。田辺総探、森重雅人、東慶吾。 OK、 ボールを運びゴールに。ナイス。ちょっと衝撃的なパス回しです。ナイボ、ナイボ、惜しい。ナイボ、ナイボ、ナイボ、惜しい。チェルニーニジュニアの、あー、やばい、取れないボールが。まずい。あぶね。オッケー。チェルチ。小川に出して。ナイスボール。東マイナス。あ、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。FC 東京のコーナーキックとなります。ここはショートコーナーを使う。サポートを使えそうです。ファーに振って。おいしゃい。貴重得点源ですからね。いきますよ、速いボール。ボールを、あー、ちょっと、キーパーがコーナーをパンチング。クロスを上げたい。オッケー、あー、ダメか。オッケー、
はい、線が中に行った。さあ出すか。オッケー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 。ボールを入れた。ダメか。もう一回、私にもう一回ください。クロスを中央に入れた。いやー、うまいな神戸。あ、うまい。カウンターがうまい。まずに抜かれてる。抜かれ、あー、ナイス。勝負を分けるのはどんな部分でしょうか。いや、やばいんじゃないこれ。ちょっと積極性ですかね。点を取りに行く姿勢をどちらが見せるか。ナイス岡場、期待したいと思います。小川亮へ、チェルチ。オッケーオッケーオッケー。リース、リース、マイナス。嘘だろ。嘘としましたが人があった。ルーズボールです。ボールはいや相手ボールか。パスコースにはディフェンスがいます。走り込んだ味方にスルーパス。クロスを出せるか。中央にクロス。いや打つんかい。枠を大きく外れました。打つんかい。モリモリ頑張れ。おい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 、どちらが取るでしょうか。このパスはダメでした。通りません。素晴らしいパスです。これは味方に通らないか。マイナスのクロスボール。イニエスタ、イニエスタだよこれ。ああ抜かれた。やばい。決まるか。危ねえ。ボールを取りました。さてどうする。オッケー。はいはい。嘘だろお前ら。オッケーオッケー。はい、そうだそうだそうだ。うわ、バカかそのパス。まずいパス要求。はぁ、あ、おかしいおかしい。イニエスタ顔がテカってます。後半が始まります。ここはボールロスト。これチャンスですね。集中力をかきました。一回縦当ててチェルチ、外開かして、縦当てて、中中中、はいはい。あー、競り勝ちよ、競り勝ちモンスター。おら来た。おー、止める、止めます。FC 東京のキーパーのファインセーブのおかげでチームは1点リードという状況を維持しています。今のは決められてもおかしくない場面でした。チェルチ狙っていく。おー、このシュートはわずかに枠をそれました。え、ソータに当たってるんかい。ただチームの調子が悪くてリードされています。ムロヤセ、はいはいはい。試合前にニュースがありましたが、レアルマドリード、またレアルのこと言ってる。この遺跡はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。打ってきた。またここからの連携。リース、ここを通すことができません。ボールを回して味方の上がりを待ちます。オッケー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 。コーナー貴重な得点源です。いきます。交代選手が、あーやー、ナイス。素晴らしい。クリームパンの飛び出ました。ヘディングシュート。中盤が上手かったですね。セットプレーの練習の成果を見せて、いやナイスシューだね。いやクリームパン、今日はザラメがかかってんのかな。キラキラしてる。田中純也、ここはクロスのチャンス。クリア、ここはクリア。これはいいよ。カウンターの形できてるよ。パスが、このパスはカットされました。これは厳しい。危ね、ポルディ失敗です。ポルディに迫られてむちゃくちゃ焦ってんじゃん、ディフェンス陣。チェルチ、高萩洋次郎。オッケーオッケー、ナイスボール。はい、東圭吾、チェルニー。中央へのボールはクリアされました。モリモリ、あ、無理か。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。チェルチ、決まり、弱。ここはキーパーが判断よく前に出ました。シュート弱え。オッケー、高萩洋次郎、
うわぁ、ベリントン、まずい、素晴らしいボール、私が取られたところからスルーパスを狙う、カウンターを受けている、ナイキクリア、ボールがこぼれました、ここにはイニエスタがいました、ベリントン、あ、まずい、スペースに見事なスルーパス、スルーパスが出ます、まずまずまず、オーケー、中央の選手にクロス、ここは押し出します、ディエゴ・オリベイラ、オッケー、これはサイドを上がれそうです、ナイスゲームの終了間際、ディエゴ対立では圧倒していましたからね、今日のディエゴは神、いや素晴らしいです、もう大森これナイスパス、私に素晴らしい、ディエゴザラメが増えてる、スタンドからは大歓声が、いやいいですね、だいぶちょっと勝ちたいよ、どうせだったら、まあ勝ってんだけど入れられても、クリア、に入れた、いいボールでしたが、ここはクリア、クロスを中央に入れた、ま、何今の、キーパーが処理しました、私ですね、オッケー、あ、これは見事な、おー、ナイスゲーム、2対1、いやだいぶ良かったんじゃないですか、ボール保持14回ミスってることになってるの、マジなんなマジで、準々決勝は、うわ、川崎とだ、川崎とで、浦和と鹿島、広島とセレッソ、仙台と柏、なるほど、7月の最優秀選手候補来てますね、まあ、チェルがまた選ばれてますね、あと金崎ムー選手も選ばれてますね、トスから、え、また神戸戦、リーグ戦も神戸戦なんかい、あ、なんだ、チェルニーリがまたしても月間最優秀選手を受賞しております、3ヶ月連続じゃないのこれ、また神戸戦です、いきます、あ、 OVR81 に上がってる、アルティメット6分、雨、また雨、前回と全く同じ状況じゃんこれ、ホームだし、こっちがチェルニーリとしてプレー、いきます、全体で東京のスタメンがこちらです、敵に攻守のバランスが崩れミス、神戸、イニエスタもポドルスキもスタメンですね、さあ全くデジャブ感しかないんですけど、まあいいでしょう、勝ってやりましょう、今回もサイド当てて、ボールをサイドへ展開します、いいよ、ナイスパス回し、東慶吾、おし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 、モリモリ、すげえクロス、ダイレか、東マイナス、弱いシュート、やばい、評価が 5.3 になっちゃってる、やばい、はうま、あぶねえ、ナイス、チェルチ、田辺壮太、オッケー、東慶吾、あー今中欲しかったな、ここはサイドに持ち出すでしょうか、オッケー、チェルニーリジュニアがカメラに向かって走る、カメラ目線でチュッチュッピ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 ッチュッチュッピッピッ、 FC 東京を愛する者なり移籍しようとしてますけどね、触っているんですね、あと少しで失点を防げただけに、ここはいや、これナイスですね、まあキーパー触ってますけどね、キムさんが、ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています、あ、タマが出てんだ、タマとの共演か、いいですね、アイス、ボールを奪いました、さあどう組み立てるか、いいよ、ナイスボールだよ、ナイスボール出してるよ、これもう一回マイナスちょうだい、サイドからのチャンス、あ、マジでそういう感じ、大きくクリアしました、ひとまず安心です、弱っバットまずいぞ、クリアしろよ絶対、オッケー、合わない、クロスはチャンスになりません、さあチャンス、チェルチ、
カウンターアタックのチャンスです。ここは素早く戻られました。カウンターは決まりません。おー、ナイスボール。タッチライン際を上がれそうです。いい、ダメか。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。チェルチ、あー惜しい。今年三田博隆、うまい球、よくスペースが見え、やばい。あー、ナイスキー。ゴール、守備の陣形を整えています。これ私がクリアですね。オッケーオッケーオッケー。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。東圭吾、オッケー、ナイス、リンス頑張れ、オッケー。カットし、小川亮也、いやー頑張れ頑張れ、あーダメー。いい反応で、いや、いいよいいよいいよ、待ってる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 。ディエゴ・オリベイラ、回ってないな。細かくパスをつないでいます。小川、どこから攻めるでしょうか。内防、ゴール前までは行くのですが、そこで東内防止まってしまいます。おっし、ここはいいよ、落とすよ。素晴らしい、うまい。うわあ、なんですかそれ。素晴らしいシュート、なすごかったですね、このパス回し。ワンツースリーフォー、おお。田中純也、ここはクロスのチャンス。イニエスタへ、オッケーオッケー。ここはパスミスになりました。オッケー、シュートを打ってきた、やばい、危ね。ボールを抑え込みます。オッケー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 。後半も後半に入ります。アシストが得点したいですね。かなり水、ムロヤセ、ナイス、ムロヤちゃん、はい、サイドを崩してチャンスを作って、やられたー。ディフェンスが対応します。チキショ、トッテナムホットスパーへの移籍が、トッテナムの話とかいいんで。これまで所属していたクラブはバレンシアです。まあ確かにバレンシアのさ、はい、10番がさ、スパーズに移籍するってありえないからな、普通は。ホドルスキーのポジショニングが光る、やばい、素晴らしいボールです。危ねえ、オッケー。大森光太郎、高萩洋次郎、ほら来た、走り込んだ、あーリス、お前キーパーが止めた。それは決めてください。サポーターの大きな声援、大丈夫、ピッチを後にします。味方につなぐこともできます。いや、1点差になるか、入った、うわこれはナイスシュート。これはシザーズからのスルーパスで何も反応できてないディフェンス陣。試合は終わったかと思う時間もある。何やってるモリゲは。マジして立て直しましたね。うまい、ポドルスキーがやばい、絶妙なパス、このボールは危ねえ、来ました、これはあるか、オッケー、ナイストラップ。この攻撃はここまでのようです。いいよ、持って持ち上がっていくから。サイドにスペースがあります。オッケー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 、高萩、ナイスボール、うわ惜しい、オッケー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 。誰です、この監督。後ろ姿見ただけでも誰か分かりません。後ろ姿見ただけでも誰か分かりませんってやばいね、日本語。は、うまいぞ神戸が。ナイス、おい、ナイスボール、大森光太郎、いや大森からのパスが、お、ナイス、イニエスタの察知能力。さあ味方も連動して動いてくる、うわあ、チキショ、このパスはカット、読まれていましたか。ナイス、このチャンスにスタジアムは湧いています。うまく生かすことができる、はい、素晴らしいボール、いや出さないか、なんだそのクロス、ドン、あーチキショ、オッケー、モリモリ出しちゃうよ、モリモリ追いつくよね、
何してます渡辺博文。あ、今チャンスだったけどな。オッケーオッケー、ナイスゲームナイスゲーム。いやチェル良かったんじゃないですか。ワンゴールしてます。キーパス3本ですからね。ここはサイドに持ち出すでしょう。いやナイスゴールですね。試合は始まった。素晴らしいです。早くも先制点が決まりました。気持ちいいね、この流れの中からのゴール。疲れましたね。まずは今日もシャツをインしています。25試合5ゴール21アシスト、すごい活躍してると思いますよ。私は本当に順位表を見てみますとですね、浦和が依然として1位、勝ち点差7。つまらないね、勝ち点が。セレッソが38、得点王はファブリシオか。ちょっとリンスとの連携がだんだん下がってきてるんですよね。今10ゴールのまま止まってるんでね。ファブリシオすげえな、18ゴールだって。アシスト王はもうダントツの極みです、東京は。どんだけアシストしてんのチェルニーリ。今回もご視聴くださってありがとうございました。オファーは今回の動画では来ませんでした。なんで来ないんだ、こんなダントツな活躍を見せているのに。と OVR もですね81になってきました。ぜひチェルニーリの成長が楽しみだよっていう方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。イタリアに帰りたい、スクテッド取りたい、チェルへの応援コメントお待ちしております。ありがとうございました。さようなら。